おはようございます。釣り子 TV です。今日買ってきたルアーはですね、これ G メンのネットリグ専用のジグヘッドと、あとはワームっていうことで、アメリカでね結構ブームにね、しばらく前から雑誌なんかには載ってますけども、なっているっていうネットリグね、これのワームとねジグヘッドがね釣り具屋さんに売っていたので、買ってきてみました。徐々にね寒いシーズンになってきて、ワームのねこういった釣りが効いてくるんじゃないかな、一回試してみたいなと思っていたらね、あの専用のものが売っていたので、まあ、試しにね一袋、買ってきて、まあジグヘッドはね、サイズ違いでね2種類買ってきてみたんですけども、まあスピニングで使ってみようかなというちょっと軽めのジグヘッドと、あとはねこれちょっと大きめのサイズなんで、まあねベイトフィネス、いやベイト普通のベイトタックルで使えるかななんていうね重さのものを買ってきてみました。でね、リグっていきたいと思います。なんかねスモールマウスバスを攻略するのにね、すごいね効果的だなんていう風に、紹介されていたんですけども、でもね寒い時期のねラージマウス狙いにも効くんじゃないかなと思って、早速まずしたらですね、このジグヘッドの方ね開けていきたいと思いますが、こんな感じのね針なんですね。こう頭がずんぐりむっくりしていて、でここにね抜けづらいようなねこのキーパーがついていて、あ針ピンシャンですね、こりゃ刺さりそうだっていう針がついていまして、で合わせるワームがこの G メンのですね、おーこんな感じで寸詰まりな感じで、一見なんていうかあのゲイリー山本の山線香に似ているんですけども、あの事前にね水中でのね動きなんかをね、あの他の YouTube で見てきたら、これがね浮力が高くてピンってね立つんですよね、こう水中で、でそれでゆらゆらゆらーってね沈む時もこうシミーフォール、こうシミーフォール、シミーフォールしていって誘って、そこに着いたら、高い浮力でこうね立った状態からこうシミーフォール、これはいかにも釣れそうだなーって思って、で早速リグってみますね。こんな感じね、これねガード付きのものもあったんですけど、ちょっとこれから寒いシーズンに使おうと思って、でガードがね結構ワイヤーのこうね強めのものがついていたので、スピニングタックルでこれは使おうかなと思って、柔らかめのスピニングで使うようにガードなしのものね、フッキング重視で選んでみましたね。こんなねシンプルな形なんですけども、これがね噂のまあネットリグね、本家本元の、G メンの、専用のジグヘッドと専用のワームでね、合体させて、いやーなんともねちょっと使い込んでみないとわからないんですけども、結構あの冬のね亀山ダムで以前あのクロステールシャッドとかですね、あとはボディシャッドとかつけて、でジグヘッドでよく釣っていたなっていうのをね非常に覚えていて、まあその後ねあのレッグワームを使ったダウンショットとか一世を風靡して、まあ今はねもうずっとそのリグばっかりなんですけども、でも以前やっていたリグを思い出すと、何にしてもね後ろに寸詰まりの浮力の高いワームをつけたジグヘッドで釣っていくっていうのがね一緒だったんですよね。ボディシャッドもハンドポワードで非常に浮力が高くてプルプルプルふわーって感じの、印象で、クロステールシャッドもハンドポワードワームで軽くてふわーでもジグヘッドがついてるからストンふわーストンふわー、そんな印象で使っていたので、このねネットリグってのも全くねほんとコンセプトが似てるなと思って、これはねスモールマウスバスだけでなくて冬の亀山ダムのバスとかね、まああとはね霞水系なんかでも結構そのリグではよく釣っていたので、これね効
くんじゃないかな。まだね買ってきたばっかりなんでね、全然あのバッスリ行けてないんでどうなることやらって感じなんですけども、またねあの12月いくつか大会があるので、釣り場の方にはねダム湖の方に通うことになると思いますので、そういったところでね大会本番で使うかちょっとねわからないんですけども、まあ練習で行った時なんかね、積極投入してこんな感じでしたよなんていう風にねお伝えしていければなと思います。またこれね使ってる方もしいらっしゃったらラージマウスどうなのかとかね、ぜひコメント欄にね、こういう使い方こういうシチュエーションでよかったよなんてねありましたらぜひね教えていただきたいななんて思います。というわけで、本日のね釣り子 TV はねまずねこれ買ってきてみたんですけども、こういうねネットリグね、このセットを買ってきてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。